はい、JR 郡山駅西口から歩いて5分ほどにあるこちらの店が今日プレオープンしたホップジャパンビアレストラン郡山です。今日はクラウドファンディングに出資した支援者などが集まり開店を祝います。1階に椅子は置いてありません。立ち飲み形式のビールバーになっています。10種類のクラフトビールが楽しめるということで、私もこちら阿武隈グリーンをいただきたいと思います。とてもフルーティーでハーブの香りもし、とても美味しいです。この店のビールは田村市のホップジャパンが醸造したもので、こちらはいわき市に続いて2つ目の直営店です。ホップジャパンは原発事故による避難指示が解除された市内の宮古地地区で地区の復興を目指し、4年前にビール作りを始めました。地元で栽培されたホップなどを使い、年間6万リットルを醸造・販売、およそ20種類を取り揃え、全国の品評会で入賞するなど高い評価を得ています。2階にやってきました。こちらはビアレストランになっていまして、郡山産の野菜や常磐ものの稲田など地元の食材が味わえるように工夫されています。では社長の本間誠さんにお話を伺います。本日おめでとうございます。ありがとうございます。どうして郡山駅前で出店を決めたんですか？はい、当社のブルワリーは田村市の阿武隈高原のなかなかの田舎にあるものですから、簡単に気軽にお越しいただけないということで、その接点を郡山商業圏の中心地駅前に持ちたいということで始めました。はい、今回プレオープンになりましたけれども、はい、どんなお店にしていきたいですか？はい、まあ、郡山はですね、東北第二の都市と言いながらクラフトビールもあまり、馴染みがないのかなと思いますので、郡山そして福島のクラフトビールシーンを盛り上げると、そして再開発が進む郡山駅のまあ、少しでも活性化の力になりたいということで常にここに人が集う、そんな店にしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。ホップジャパンビアレストラン郡山は今月20日にグランドオープンを迎えます。改めましておめでとうございます。乾杯です。乾杯。中継は以上です。じゃあね。